こんにちは、西千葉ありがとう整骨院の帯田です。今日は、この時期に多い頭痛について、紹介していきます。頭痛はまず片頭痛、群発性頭痛、筋緊張性頭痛の3つに分けられます。で、片頭痛と筋緊張性頭痛というものは、首や肩の周りの筋肉が、緊張してしまうことによって起こることが多いと言われています。群発性頭痛は、どのようにして起こるかあまり分かっていないものなんですけれども、ほとんどの頭痛は、この筋緊張性頭痛か、片頭痛に分類されますので、筋肉の緊張を取ってあげることが、非常に有効になります。詳しくは、ブログの方で詳しく書いてありますので、そちらを参考にしてみてください。以上です。